眼科専門医の平松です。今日は目の構造についてお話ししようと思います。これ目の模型、こんな感じで目を大きくしたようなものですね。これをパカッと開けます。そうすると前から見まして、最初に黒目と言われる部分、いわゆる角膜という部分があります。黒目と言いますけれども、実際は透明なものなんですね。光がこれを通って奥に行く、まあ、目の奥って暗いんですね、実際。ですから黒く見えるので黒目という言い方をします。つまり角膜、黒目は黒いんだけども透明なんですね。で、この角膜の奥には水晶体というレンズがあります。このレンズが白くなるのを白内障と言ったりするんですね。横から見ますとこんな感じでして、まあ、角膜、黒目があって、水晶体、レンズがあるというような状態です。で、そのさらに奥には硝子体というところがありまして、ここが透明なゼリーになっています。で、奥に網膜という膜があります。網膜の奥にはこうやって神経がつながってて、神経で脳まで電気信号を伝えるということになります。パッと見の表面の方を言いますと白目とよく言います。この白目のところにはブヨブヨした部分と硬い部分があります。ブヨブヨした表面のところを結膜と言いまして、その奥にある硬い部分のところを強膜という言い方をします。